はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は三国志新戦の動画撮ろうと思います。ってことでね。このサーバー始まってから、5日目かな ?5 日 ?6 日かな、そのぐらい経つんですが、まあ、1週間ぐらい経ったらね、今んところこんな感じで素敵な動画をね、出そうかなと思っていたんですが、なんかね、これ、褒章ってやつね、よくわかってなかったんですけど、まあ、前回の多分期間の、時にね、この勲功ってやつがね、配られたっぽいんですよね。この辺の仕組みもね、あんまよくわかってなくて、普通に。まあなんか気になって触ってみたら、交換ができるっぽかったんですが、なんとね、あと1日で交換できなくなっちゃうみたいだから、ちょっと動画で、ここの話しようかなと思ってね。でね、勲功ってやつね、595ポイント、俺持ってたんですが、大体のね、この限定報奨ってやつの交換がね、600からということで、なんだよ、何も交換できないじゃんって思ったんですが、普通報奨って方ならね、交換できるみたいで、まあ、なんか交換して良さそうなものなんかあるかなっていうと、これですかね。まあ、なんて読むのやら、ちょっとわかんないですが、姿勢雑種宣伝でいいのかな、ちょっと読み方自信ないな。上品装備に対し使用可能、使用すると装備の属性が、再度生成されるということで、まあ、なんか1000って書いてあってね、くるくるってリサイクルマークついてるので、まあ装備をね、選択というか、まあ、選択し直すことができるような、道具みたいなんですよね。でね、結構ね、今手持ちの装備で、なんだよこれっていうやつがね、あるんですよ。こう、ドハツとかね、ヨダメ増やすやつがついてるのに、政治 4% とかね、こういうやつね、ちょっと、なんとかしたいなと思ってたので、さっきのね、装備の属性変えられるやつをちょっと使おうかな、交換して使ってみようかなと思いますってことで、まあそういう感じの動画ですね。どうしようかな。595しかないから、紫の方だったら5個。オレンジの方もやるんだったら、まあ2個と紫1個って形になるんですが、ちょっと今回はオレンジ1個と残り全部紫のに変えてみようかなと思います。ってことで、まあ変えちゃいましょう。OK、こんな感じでいいでしょう。そして、このド発かな。これがね、武力6はいいんですが、ヨダメ 3% なんでね、政治っていう方をね、ちょっと、統率とかに変わんないかなというふうに思ってるので、これやろうかな。多分、そういう使い方で合ってると思うんだけど、っていうかどっから使うんだこれ。道具の方か。これかな？生成した属性を保存するか、元の属性を残すか選択可能。スキルには影響しない。そうだね。これで、そうだね。あれ、装備してると変えれなかったりする？大丈夫かな？あ、ちょっと待てよ。他にも優先して変えたいものがありそうならそっちでもいいんだが、まあ、やっぱこれの政治のとこなんとかしたいかな。まあでも武力 6.6 ならそこそこな気もするんだけど、ちょっとこれに使ってみようかな。行きましょう。ほい。使います。あ、武力、知力、統率。あ、まあ武力下がっちゃうけど、こっちの方がいいよね、きっと。OK、これは、変更しちゃっていいでしょう。武力 4.45、知力 3.87、統率 3.28 で度発がついてるよと。OK、いいでしょう。新しい属性に置き換えますか。はい。成功。これはまあなかなかいいんじゃないか。じゃあ続いて、紫のやつで変えたいやつ、ちょっと変えていこうかな。これはね、武力5を増やすやつで、武力 5.67。これもね、ちょっと政治ついてんのがなんか微妙だなと思ってたので、あ、下からか。これもね、武力5を増やすっていうのがついてるのに、政治と魅力っていうね。
まあスキルつかなかったものと思って政治と魅力でね内政武将に装備させてもいい気もしなくはないんだけど、あとはこれは運気が魅力5を増やすだから、これにね魅力つけるのがやりたいかなっていうのもちょっとあったんだけど、これからやってみよっか。魅力つけ、魅力いけ。あーついたけど、知力、速度、魅力、まあまあまあ一旦これ置き換えようか。確認で、もう一回使おう。次ね、どれからどれ行こうかな。まあスキルないやつよりはスキルあるやつから変えたいよね。じゃあ次こっちかな。この鎧変えてみましょうか。政治と魅力だもんね。スキルが武力5アップなのに政治と魅力だからね。これちょっと選択しよう。選択っていうか洗練。洗練結果、政治、魅力。4.32、1.56 が、5.31 の 2.39 にアップした。これもうスキル、まあ、維持はね、絶対ないんだけど、スキル無視して内政武将に装備させる感じか、これはもはや。はい。じゃあ、最後の1個どれに使おうかな、そうなると。もうこれはもう政治と魅力でね、内政武将に装備させようって感じになっちゃったから、どうしようかな。運気のやつもな。でもこれもさ、一応政治が不満だけど、武力、これ10上がるからね。これはこれでそのままでもいい気がするから、だとすると、この運気がついてるやつもう一回やってみるか、魅力がね、もうちょっとつけば、いいかなということで、この装備はすでに洗練使用してますが再び使う必要がありますか。使用すると、消耗します。うん、大丈夫。はい。あ、魅力5になった。あ、 OKOKOK これでよし。はい、という感じでね、ちょっとねここの交渉のところのやつね交換して、装備のね属性変更を今回はしてみましたという動画ですね。で、一応ね、5日間あったんだけど、何日か触れなかった日もあったので、まあね、なるべく資源を溢れないように遊んでたんですが、武将のスタミナに関してはね、結構溢れちゃってたので、レベル上げがね、なかなかできてないという状況で、今のとこね、レベル20まで上げた武将が2人、それ以外はね、レベル10ぐらいの武将がぼちぼち出てきたかな、ぐらいの感じですね。まあだからちょっと、スタートダッシュはね、出遅れたかな、というとこですね。なんかね、この調子がね、前回、シーズン2で引いた時にね、使い道ようわからんって思ってたんだけど、まあでも星5でね、コスト4っていうのが意外と隙間に入るなっていう感じでね、ちょっと使ってましたね。っていうかまあコスト10だった時に、加工トンで、加工トンのね、副将に入れて引っ張って、まあレベル上げて、その後ね、3人組にした時にコストがね、足んなくて6コス7コスで組めないから、ちょっと調子で、調子とね、まあ星4のやつ合わせて1チーム組んでますと。で、ここに関しては、まあ一応加工トンと損傷校でやってるんだけど、これはいずれ、それぞれ大将にして一部隊作りたいかな、首相にして一部隊作りたいかなとか、曹操と巨長は、とりあえず、盾でね、一部隊作ってるけど、これはね、なんか飛んでんばっかりしてる。飛んでんばっかりしているので、ちょっとレベルが上がってない。で、テイクと呂布は、なんかこれで使ってたっていうよりはね、ここ入れ替えてレベル上げとかをね、まあ、加工トンと損傷校にさせてたりしたんですが、まあ、ちょっとレベル4のとこを取るために、もう一回ね、加工トン損傷校で、組ませて、さっきまでね、やってましたというような感じで、まあ、いろいろ入れ替えながらやってはいるんですが、まあ、どうだろうね、ぼちぼちかな。でね、一応ね、上下にね、結構大きめの同盟の人の城があるみたいで、なかなかね、この位置、危ういよねっていう。
だまあ早めにねどっかにお引越しをね考えたいかなと思ってたりはするんだけど、どんな感じになるかまだちょっとわかんないですねってとこかな。はい、そんなわけでまあ今回はね、あの報奨の話とか装備の属性入れ替えやら、最初の5日間ぐらいでねこんな感じの進行です的なのをね、動画にしてみました。ということでね今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。